衆院選で大躍進を遂げた国民民主党の新馬幹事長自民や立憲などとの協議を行った政界のキーパーパソンです,す国民民主党への関心の高さはこの週末に FNN が行った世論調査にも表れています。石破内閣の支持率は43.8%と下落。 政党支持率では自民党の支持率も25.8%と先月の調査から大きくポイントを減らしているのに対し国民民主党の政党支持率は10.1%選挙の前と比べほぼ8倍となり立憲民主党の支持率に迫りつつあります。躍進ぶりは大統領選を控えたあの国にも影響が。 アメリカのエマニュエル駐日大使と玉木代表が今週7日にも会談する方向で調整していることが。F. N. N. の取材で明らかになりました。大丈夫。手取り増やすからね。大丈夫。玉木代表が注目を集める中。この人の言動にもにわかに注目が。大丈夫だよ。手取り増やすから。玉木代表を支え。

こわの一面も見せる新馬幹事長その新馬氏のもう一つの顔がヤギおじさんとしての一面です、はい、自宅でのヤギとの触れ合い動画を YouTube などに載せると国会での活動を伝える動画をはるかに上回る視聴数を稼いでいます fnn はそんなネットでの注目が集まる前の2019年に。新橋とヤギの触れ合いの様子を取材していました。しかわいいでしょう。幹事長の意外な一面がネットで注目を集める国民民主党。一方で肝心の看板政策。 103万円の壁見直しの実現性については政府与党から冷ややかな声も上がっていますさすがに構造的に無理だから玉木さんも無理だと分かってて言ってるんだよ